松井和也は、愛媛県伊予市出身の元プロ野球選手、阪神タイガースのスカウト。愛媛県立松山北高等学校では2年夏からベンチ入りし、2年秋からはエースとなった。愛知学院大学では1年秋に、明治神宮大会で登板、2年生の時に出場した大学選手権2回戦で対戦した久保優也が投げる東海大に対し敗れたものの、 大会記録となる発射連続脱三振を達成し、関東賞に選ばれた。2年秋は、最多勝ちで、明治神宮大会では前年優勝の境内に、完封し、ベスト4。3年春は、MVP も、大学選手権は、初戦敗退。秋は、神宮大会初戦敗退。愛知大学野球リーグでは24連勝を記録し、6期、連続優勝に貢献した。 大学での通算成績は29勝4敗、防御率1.04、特別賞2回、最優秀防御率1回、ベストナイン3回。2003年のドラフト会議で自由獲得枠指名を経て、阪神に入団。契約内容は契約金1億円、出来高5000万円、年俸1500万円だった。2004年10月7日の横浜ベイスターズ戦で、 プロ初登板初先発を記録。5回1、3を1失点に抑え初勝利を飾る。2005年、キャンプ開幕前の1月に、山陽自動車道において、自身の運転する乗用車にて、制限速度を時速1 0 0トル以上超過する、時速時速1 8 3トルで走行していたところスピード違反で検挙される。その結果、 球団から罰金と対外試合の出場禁止処分、加えて自動車運転の禁止を言い渡された。シーズンに入ると4月27日の中日ドラゴンズ戦でプロ2度目の当板、先発するも3回2失点で後番。しかしチームは勝利したため負けはつかなかった。これがこの年唯一の当板となり、その後2007年途中まで一軍当板はなくなる。また、 先発当板に限ると2009年8月まで開くことになる。2008年は初の開幕1軍ながら4月に3試合当板しただけで2軍降格が決まり、そのままペナントレース終了まで1軍に再び復帰することはできなかった。2009年、背番号が20に変更された。開幕当初、主に中継ぎ投手として敗戦処理を担当していた。しかし、 7月11日の読売ジャイアンツ戦で延長10回に登板し、プロ初ホールドを記録し、8月8日の広島東洋カープ戦では2005年4月以来の先発登板を果たすも、3回1、3で4失点し、プロ初敗戦を記録。同15日の巨人戦にも先発したが2回6、失点と打ち込まれ連敗してしまった。最終的には45試合に登板し、 プロ入り後では最高となる成績を収めた。2012年9月19日の横浜 DNA ベイスターズ戦では9回を無失点に抑え、プロ初セーブを記録。最終的にキャリアハイの58試合に登板した。オフの11月6日にサムライジャパンマッチ2012日本代表 VS キューバ代表の日本代表が発表され代表入りした。 2015年は6試合に登板し、防御率5.40と大幅に出場機会が減少し、満足できる成績を残せなかった。2016年は1試合の登板にとどまり、10月1日に球団より戦力外通告を受けた。12月2日、自由契約公示された。2017年からは球団スカウトに転身し、大学時代を過ごした愛知県を含む、 東海北新越地方を担当している。2018年のドラフト会議では、湯浅慶於野が自身が担当した選手として、初めてのドラフト指名を受けた。スリークォーターから、平均球速約時速 140km、最速 151km の速球を繰り出す。変化球は、スライダーチェンジアップを軸に、カーブフォークを主に投げ、 ごく稀に縦スライダーツーシームスクリューなども投げる。2006年の秋からは投球フォームをサイドスローに改造していた。2008年の春季キャンプでは前までよりやや腕が上がったサイドとスリークウォーターの中間のようなフォームになっていた。入団時は球界でも珍しい左投げ右打ちの選手であった。プロ入り後、右打ちの場合、利き腕の左腕が投手側になるため、 左打に転向した。その後、2009年シーズンからは再び右打ちとなっている。しかし、リリーフ投手であるため打席に立つことは滅多になかった。ありがとうございます。